はい、どうも、スイティビでーす。お願いしまーす。というわけで、本日はですね、まあ、グラウンドで来たんですけども、久しぶりの撮影ということで、今回はこちら、はい、フレッチャという IP セレクトが出している東急ギアを、今回はご紹介、そして実演をしていきたいと思います。先入観をなくすために、どういうことを、どんなものかちょっと分かってないんですけど、あんまり。でも、特産 TV を見たときに、カタツとかイップスの方の何だろう、投球を改善させるためになんかこう使ってるのを見て、まあ僕自身カタツっていうのもありますし、まあ視聴者の皆さんもカタツという方も多いとは思うので、こちらまず使ってある程度投げていって、その後普通のボールで投げてどうなるかっていうところで、まあさすがにフレッチャーは多分1回使っただけじゃ多分効果はないと思う。正直もう何回も何回も積み重ねでだんだん良くなっていくっていう野球ギアだと思うので、投球ギアだと思うんで、今日はモンタナスポーツさんからお借りして使わせてもらってますので、もし気になった方はモンタナスポーツさんに問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。まずですね、このフレッチャーっていうのは、ここのね、素材がね、これなんだろう、ゴムっぽいな、ここにこう着地するみたいな、なんでこういうちょっとこうこんな感じ、なんて言えばいいの、この円が重なってる的な感じ、円がどんどんこう大きく重なっていってるみたいな感じで、ここは全部プラスチックかな、プラスチック、プラスチックで、これも矢みたいになってて、やり投げみたいな感じかな、やり投げな感じなんですけど、ここのしましまを持って、で人差し指を立てて、このように持つ、足を上げて、ここから胸郭を意識して、この腕で投げんじゃなくて胸郭を使って投げていくって、胸郭がこういかに動くかどうかがすごい大事だと思うんで、胸郭を使って投げていくと、開いて開いて、はい、これをこう、投げるんですけど、投げる時も自分の今までのフォーム消して、この状態で足上げてキュッと、こうなるべく伸ばすんかな、なんかあんまこう曲げてる人見たことないんで、こう多分この状態でこのまま投げるんですよね、こうこう後ろこう何つられてる感じで、こうこう投げる、でそれを続けていくと、まあ、肩に負担がかからなくなるのかなと、胸郭をいかに、使うかでこの投球改善できるようになるんじゃないかなと思います。まあイップスの方も確かに、僕の見てるイップスは大体は胸がこう向いたまま、わかる、あのこうやって投げてるイップスって俺は見たことない、基本的にが多いと思う。まあこれはイップスの人もいいんじゃないかなって思います。これさすがにこうやって使うもんじゃないんで、開いてしっかり胸開いて使うもんなんで、はい、これをね、やっていきたいと思います。それでは、行きます。クリッチ、もうちょいこっち、もうちょいこっち、上だよ、上、上だよ、上、こうじゃないんだもんね、あ、そう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 、あ、そう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 、お前すいません、何してんねん、当てんなよ、すいません、左なんだから絶対こっち行くはずやろ、違うよ、矢がこっち行くだろって、あ、抜けちゃダメなんだよ、
事故事故。ちょやめてくんない？やめてくんない当てんの。わざと当てんのやめてくんない？いや、わざとじゃない。なんか太陽がなくなってきたよ良平さん。まっすぐまっすぐ。踏み出しだしこっちなんじゃない？おすげえ、だいぶすごっ、すごいな今の。もうちょいバッククリッチ、すごい今の。普通に痛いよこれ。結構かなりきますね。来る。使い方が悪いかもしれない。おーうまい。うまっ。今の結構うまい。よかった、うまいわ、うまい。ビビった今の。届かねえや。おすげえ、あいや、おすげえ、あいや、いや、うわ、おいカメラマン、ザガー見ろと思ってるやろ。うわ、オッケーじゃねえよ。いい絵が撮れました。飯うま、飯うま。最低だこいつ。なんで膝ついて。膝つくだけか。膝つくだけか。いいよやんなくて。そう簡単にするもんじゃねえよ。グローブは。そろそろ普通のボールしようか。普通のボールで。うん。おお、かゆいと思う。球上行くじゃん、いいじゃん。ダッキレガス投げた後より球伸びてる気がします。あ、言うねそれ。カットで。うわ、いい球、いいね。多分翔平さん片通我慢してると思うんですけど、結構あの球来てますね。ライダー、いいね。今めっちゃいいかな。はい、というわけでやってまいりました。このフレッチャでねバッティングをしてきたんですけど、違いますよね。フレッチャで一斉投球をしてきたんですけども、どうですかね。僕の中で投げててちょっといつもの自分が出てしまった時はやっぱ肩痛がうわってくるんですよ。でも言われた通りの胸郭をしっかり使ってこう伸ばしたままこう投げると痛みがなく、なんかこう力が入らない感じはしたけど、これを使って、まあ
何でもそうなんですけど、やったことないことからやったことあるって状態にするとだんだんそのやったことあるって状態のにこう適応してって、この変な投げ方も自分の中にこう入ってくるっていうか、自分のものになってくるんで、やりやすくなってくるんじゃないかなと思います。もともと、まあ例えで言うと、もともとストレートを、投げるときに指をめちゃめちゃ開いてました。開いて高校時代投げて、2年の冬とか3年の春ぐらいにこう指をつけて投げることを練習したんですけど、最初は全然ダメ、全部上行ってたんですけど、もう後半夏帯ぐらい、3年夏帯ぐらいにはもうあのコントロールできるようになってて、まあ違和感なく普通に投げれたんで、こう使い分けをしてたんですけど、まあそういう風に最初やったことない状態ってやっぱ違和感がすごいあると思うんですけど、あのやっていくと慣れてきて、あの自分のものになるんじゃないかなと思いますんで、これは本当にいいものだなと思いました。これをまあ続けてって、まあ、何ヶ月も続けてって、まあ例えば今であれば冬近づいてきたんで、あの来シーズンに向けてこれを使って、春ね、今年の来年の春にいい投球ができたら、それはもうね、努力の証なんでいいんじゃないかなと思います。投球に悩みがある人たくさんいるのは僕は、知ってますので、少しでも何かねお手伝いできたらと思ってますので、今までいろんな動画を上げてきましたけど、これも試す価値はありそうです。はい、僕もこれ試してみたいなってすごい思ってたので、今回ね撮影できてすごい良かったと思います。はい、こちらね詳細は、動画のリンクに貼ってますので、チェックの方よろしくお願いします。そしてこちらモンタナスポーさんで今回お借りしました。僕返すんですけど、返した後サンプルであるので、まあ1週間借りたいっていう話をすれば貸してくれると思いますので、ご自身で借りて、試してみてはいかがでしょうか。はい、一応販売もしてますので、ボリスポー君いますんでね、ぜひともモンタナスポーツ行ってください。というわけで本日はこちらフレッチャーを紹介しました。この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。